はいはい、どうもペンギンです。まずは実況プレイ続きやっていきます。前回なんとかしてホーリーロリーマウンテンにやってきました。で、小屋を見つけてセーブと回復をやってきました。まあ、タイタニアン強いんよね。ガードしよっか、もう穴で倒すか。 PK ビームに頼ろうかな。強いもん。まあレベル上げも兼ねて PK ビームかな。 PK ビームでもあのマシン系には効かないんですよね。機械ジェーンとかって効かないんですよね。スターマンとかは効くと思いますけど、こっちでよかったっけな。お、船。ボートはエンジンの調子が悪いようだ。動かすことができない。ボートとかあったっけ？全然覚えてないわ。ドムークも多分ね、いけたと思う。PK ビーム。ベーターは大丈夫。よし。OK、レベルアップ。HP12 アップ、いいね。一方でエンカウントやめてほしいな。ドムークか。ドムーク叩いてみるか。何本食らうやろうか。100。お、倒せるんじゃね。あ、倒せる倒せる。ドムークは倒せる。よしよしよし。こう一個一個確かめていかんとね。DP ももったいないですからね。ここからね、いけるはず、いけるはず。行かせてくれ。よし、いけた。ここもいけるはず。よし、いけた。こっちが違うな。無駄にだたっぴろいんですよね、このゲーム。ホリロリマウンテンは本当にややこしくて、あったあったあった。まあ、まだその宝箱とか落とし物アイテムがないっていうのが救いなんですよね、本当に。さて、そろそろなんかあるかな。めっちゃくちゃ高い山ですからね、これ。このなんていうんですかね、ゲーム画面上ではあんまりこうパッとわからないんですけど、ネットでその全体マップっていうのがあって、全然エンカウントせんねんけどって言ったらエンカウントしたね。ラストボーグ、こいつ強かった気がする。その全体マップっていうのがネットであるので、デクられたし。 PK ファイヤーベーターか。全体攻撃やっけ。痛ぇ。60はやばいな。あ、効果ないんや、こいつ。じゃあ、ライフアップ。ライフアップ、ガンマは1人か。じゃあ、ファイかな。ラストボーやばい、死ぬ。死んだし。マジで死んだし。アナはカムバック、カムバック。カムバック、スーパーヒーリングか。よかった、倒せた。ってことは、ってことはか。あ、やべ、36。無駄遣いした。もうこれがあるからね。辛いんですよね、このゲーム。なぜ順番が入れ替わるんだよ。で、このゲームの全体マップっていうのがネットであるので、それを見てもらうとめちゃくちゃ広いです、ここ。
こっちかな、なんか行くあれがなかった、はしご紐がなかったので来たよ、ラスト防具。じゃあ PK フリーズでなんとかなるんじゃないかな。サンダーガンマ死にそう。フランクリン持っとってもあんまり意味ないんですよね。避けられたし、危機的状況なので、ベータか、これやったら傷薬使った方が良さそうやね。ガードガード、いやテディがもし攻撃を外したらそれこそ終わりなので、よし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 。ベータ、いやー傷薬やね、傷薬は、あでも1個しかないんか。主人公の PP はね、あり余るので基本大丈夫なんですけど、やっぱりアナの PP が心配なんですよね。ブーメラン打ってくればよかったな。まあ、いっか、お穴がある、ここラストボマジか、ラストボグ2体か。考えろ考えろ考えろ、ディフェンスアップや、先制取れたよね確か。ディフェンスアップ、アナは BK フリーズ、テディはガードかな。これでだいぶ軽減できるはず。あービームはしんどい、アルファはなんとかなる。よし、んでちょっと2人ともが、片方が外すことを考慮して2人で叩きに行こう。よし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 、まず1匹アルファは痛くない、大丈夫大丈夫。よし、あとは音やっただけ。外すなよ、これがあるから怖いんですよね。来たよカプセルの部屋。暗くてよく見えないが、あんたたちはもしかするとスノーマン町の教会の娘さんたちだな。確かアナちゃんとかいう。お母さんはずっと奥の部屋に閉じ込められているはずだ。しかし私たちを今助けるのは無理だ。とにかくあのマザーシップをなんとかできなければ。山の上のマザーシップに連れて行かれて気がついたらこんなことに。なんとかしてくれ。でこれがあのイースターのスージーとかやばいやつやんこれ。とりあえずイケフリーズで倒すか。ガンマやばい、死ぬんじゃね。やっぱ致死量やし。戦っちゃダメ、ライフアップライフアップ。ここはそのイースターの失踪事件の、やばい、やっぱ一発重っ。失踪事件の現場ですよね。ここにその連れ去られた人たちが監禁されてるんですよね。でこれ何をしてるかっていうと、確か明言されてなかったと思うんですよ。なぜキャトルミューティレーションが起きたのかっていうのは確か明言されてなかったんじゃないかな。まあもしこれがね
ドットじゃなかったらおぞましいですけどね。まさにバイオハザードなんですけど、バイオハザードのように監禁されてるんですけど、あいやベータ痛いな。ていうか穴がガードできるのが一番しんどいんですよね。穴が死んだら終わり。穴が死んだら僕は逃げます。っていうか防御がね足りんね。やばいやばい、穴が死ぬ、死んだ。どうしようかな。主人公じゃ復活させれんしな。どうしよう、逃げるか。逃げたところでアナを復活させる手段がないので、かといってテレポートか。行けるとこまで行ってみますか。マップを思い出すというところからもうちょっと行けれるところまで行ってみましょう。お、誘われるじゃないか。スージーか。次元スリップで逃げよう。とにかく逃げよう。逃げれるとこまで逃げよう。どっちや。マジか。回復しちゃってよかった。続けます。全回復させてもらおうか。完全回復はさせてくれるんですけど、アイテムをもらえないんですよね。しゃあない、もう一回行きましょう。じゃあさっきのホラー穴までちょっとカットします。はい、なんとか戻ってきました。じゃあ横のホラー穴に行きましょうか。お、抜けた。ラストスターマン5体4体か4体か。逃げようぜ。これ次元スリップ、次元スリップ。お、ラッキー、テディで逃げれた。お、海のペンダント来ましたよ。海のペンダント、アナに渡して。ちょっとお金がね大変なことになってるんですよね。傷薬を買おうと思ってお金を下ろしたんですけど、傷薬もらえるじゃねえかってことでもらいに行ってきたんですよね。ラスト防具か、戦うかな。避けやがったし。イケビーム死ぬる。40か、強いよね。PQ ファイアベータとかやばいんやけど。海のペンダントは水、火、雷の、ダメージを軽減する効果があります。まあ最強防具というか、この装備品の中で4番目に来るやつなんですけど、まあマジカントで第一のペンダントとかやったっけ、なんか水のペンダントとかなんかあったん覚えてますかね。傷薬使おうかな。いや、いっか、ライフアップでいいや。まあそれの強化版、最強武器ですよね。
でもここまで来たらあとちょっとなんですよね。あ、これ逃げよう。無理無理。逃げる逃げる。はえー、死んだし。物理防御はさすがに上がってなかったか。回復しとこうか。ちょっとアナがいないですけど、アナがいない分この2人でどれだけいけるか。テディのイベント起こしてないんですよね。なのでロイドがほったらかしなんですけど。スターマン3体か。次元スリープで逃げようか。本当に怠慢ですらギリギリアウトぐらいの敵の強さなので、3体とか出てきたら太刀打ちできないんですよね。ギガ防具2体とか無理だしね、絶対勝てんもん。とりあえず逃げる。まあ、今んとこテディの素早さが高いので、テディで逃げれたら PP 節約できるみたいな。ラスト防具勝てるかな。ビームガンマはベータか。ベータはそんなに、そんなにっていうか、まあ一発だけやったらなんとかなる。強い。戦ったら死にそう。テディも強いんですけどね。ここを上がりきれたらね、確かスターマイナー。こいつ絶対やばいやつやろ。悪さしかせんやろ絶対。逃げよう。次元スリップでもめちゃくちゃ PP 食らうんですよね。傷薬。傷薬でカムバックしたらいいんですけど、そんなことないですからね。あったあった、ここか。あ、マジか。進めねー。そうか、テディイベント発生させんと進めんのが。どうしよう、デスルーラしようか。デスルーラしましょうか。テディイベントを起こしてこんとダメなので、お金がちょっともったいないですけど、デスルーラしようかな。PKB もアルファじゃテディは死なんね。めっちゃ傷薬使い込んだのに。もう、しかも妙にテディ強いし、こっちはね何にもなかったと思うんですけど、別ルートかなこれは。だから地味に強いな。テディ強いな。こっちって多分行き止まりのはずなんですけど、あ、これも確実にデスルーラできますね。
金がちょっともったいないですが、一回でスルーラしますか。で、戻ってくるのがここなので、そうそう、経験値とかがね、ちゃんと残ってるのでありがたいんですよね、これ。よし。で、この小屋の奥の部屋に入ろうとすると、お前ら二人でいたいんだろ、俺ここで寝てるわ。ってことで二人っきりにしてくれます。そばにいていい？そばにいて。いい家にしたらどうなるんでしょうね。ちょっと見てみますか。ちょっと保存します。いい家、そばにいてお願い。静かね、踊りましょう。あ、いい家にしてもちゃんとシナリオっていうかイベント進むんですね。全く動かんけど、あ、動いた。ライブハウスの時もそうでしたけど、地味に長いっすよね。いい家にしてみようかね。そうね、こんなことしてる時じゃないわね、ごめんなさい。二人とも何赤くなってんだよ、さっさと行こうぜ。おい、なんかとんでもない音がしたぜ。本当かよ。ん R7038。 砂漠にいた時のやつですよね。あれの強化版です。池振りで倒しちゃいましょうかね。2 1。いや、死ぬよね、それは死ぬよね。効くんやろうか。効果がなかった。あ、終わったね。終わったね。まあ、負け戦ってやつかな。勝てるわけないんで。空間を切り裂いた。しまった、間に合わなかった。何、空間を切り裂いたって悪空切断できるの、あいつマジか。ん、どこ、これ、てんてんてん。力だけじゃ奴らには勝てねえ。でもお前たちは必ず平和を取り戻せる、信じてるぜ。おい、ロイド君、君のなけなしの勇気を使う時が来たようだぞ。なけなしの勇気って言うなや。今度こそ弱虫の僕が戦う番だ。テディ、君はここで休んでいてくれ。ここもしかして傷薬くれるおっちゃんか。そうやね。
ということで、ロイドがまた仲間になりました。はい、はいにし、はいイベント一応見ときます。じゃあこれで保存して、保存したらいかんのか、今ここで保存したらいかんから、復元か、復元をして、何も進んでないもんね。うん、復元をして、でそばにいて、はい、静かね、踊りましょう。ではまたまた再び、あの青色の R7038 かな、あいつは本当にあのどこやったっけ、どこどこ砂漠でしたっけの、あの戦車で倒した R なんとかっていう、なんか鉄人28号みたいなやつなんですけど、あれの新型版なんですよね。で、あいつを倒さんといかんのですよ。で、ロイドがやってきたと。テリーを仲間にしてないとこのイベントが進まないんですよね、確か。なのでテリーをライブハウスで仲間にせんまんまここまで来てしまったら、さっきの洞窟の目の前の岩がどけられないんですよね。で、どうしたらいいんだろうってなって、そうか、テリーを仲間にして、でこのイベントを起こしてロイドを復活させるという、ちょっと手間がかかるんですが、これではいにしましょう。よかった、二人とも何赤くなってんだよ、させていこうぜ。ということで、もう一回戦いましょうか。多分ね、ガードしとっても500いくらとかって食らうはずなんですけど、290か、ガードしとって290か、いや、オートでどうせ倒せんねんし、あがいだってしゃあないし、538っておかしいやろ、どんなステータスしとんねん。デロイドがやってきてと。すごいよね、次元を切り裂いた先にやってこれるロイドがすごいよね。これはテディが僕らを守ってくれたんですよね。だから僕たちは元気なんですよね。力だけじゃ奴らには勝てねえ。でも俺たちは必ず平和を取り戻せる。信じてるぜ。おい、ロイド君、君の泣けなしの勇気を使う時が来たようだぞ。もう一回読むっていうね。今度こそ弱虫の僕が戦う番だ。テディ、君はここで休んでいてくれ。あえて読み直しました。じゃあグッズが、そうよね、デスビームをちょっと取りに行きたいので、まあ傷薬できるだけもらっときましょうか。こうやって1個ずつ僕はもらっていって、しかもさっきの R7038 やっけ、あいつと戦って負けたおかげでお金半分になってほしい。じゃあテレポーテーションで一回バレンタインに飛びますか。ほんでほんで、お金を引き出してきて、でですね、まあ、ちょっとパパに電話をしまして、行き途中に湖があって、壊れた船があったと思うんですけど、あれはですね、多分ロイドが修理できます。なのであそこまで行かんといかんので、とりあえず
なので、まあ、あそこまで、あ、すげえ、1万も出るんや。じゃあ、あそこまでちょっとカットしますね。またカットなんですけど、カットして、湖のとこまで行って、で、防具をちょっと揃えていきたいなと思います。